はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、クッションを新しいのに変えました。あともう一個だけね。えー、一番奥のクッションもこれも後で新しいのに変えたいと思います。はーい、えー、中国観察さんからですね。なんと、なんと、ラさん、おめでとうございます。10キロ痩せたそうです。<laughs> なんでこんなのがニュースになるんだって思うんですけど、 非常にあいいことです。10キロ痩せました、トラさん。はい、えー、まあ、理由はね、簡単です。えー、リーダーですね。えー、白い家を出てからというものを、はい、えー、夜食を食べなくなったということですね。で、毎日、あのー、ね、えー、自分のうちのね、あの、ゴルフの練習所でね、ゴルフ練習して運動もするようになって、めでたく10キロ、 はい、減ったそうです。なんか20歳ぐらい若くなってるような感じですって、体の年齢が。なんか毎日ね、あの、白い家にいる頃には、あの、夜食を出されてたそうです。はい。えー、それが結構なカロリーだったみたいですね。で、いらないとも言えない。割と人よし、お人よしなんですからね、あの、トラさんね。で、毎日ね、出されるものを食べていたということですね。まあ、なんていうのかな。 そういうことですよ。あのー、まあ、栄養管理がね、あのー、白い家の人たちが栄養管理してて、割とね、あれですからね、あのー、雨への理科の人たちのね、あのー、なんていうのかな、基準の食事って違いますからね、日本人とね、食べる量が、<laughs> はい。 一時期ね、あのー、アメリカにもね、ちょっと住んでいたことがあったんで <laughs>、非常にわかります。えー、夕食をたんまり食べた後ね、えー、みんなでね、えー、まあ、ホームステイしてたんですけど、えー、デザート食べに行こうって言われたんで、えー、パイの専門店が近くにあるのよって言われたんでね、一緒に行ったんですけど、はい、ロス,ロスですね、ロスの郊外です。はい。えー、出てきたそのパイがね、えー、一人の量が、 あ日本のケーキの3倍ぐらいありました。<laughs> すごかったです。はい。そういうことなのでね。えー、多分ね、この白い絵を出てからね。えー、やっぱりね、えー、そういった夜食を食べる必要がなくなって。<laughs> はい、えー。多分結構な、あのー、カロリーだと思います。あの、向こうの、ね、あの、食べ物は。はい。 そういうことなので、えー、結構痩せたということでした。はい。えー、それがニュースになってました。まあ、健康はね、大事ですから。はい。なんか、あのー、現役時代はね、はい、えー。トラさん、現役時代は100キロちょっとあったそうです。はい。今はもう 10, 10, 10キロ以上、えー、16キロかな。合わせて16、17キロぐらいね、痩せたみたいですね。 はい。まあ、ちょうどいい体重になったっていうことでいいと思いますよ。はい。えー、そういうことです。まあ、一応下に貼っときますので、ぜひぜひ見に行ってください。はい。中国語ですけどね。はい。それからですね、えー、先ほど、モールに行って、えー、例のー、なんていうのかな。あジャンバースカートをゲットしてきました。これね、まあ、私にしちゃ結構、塩水の舞台からね、 清水の舞台から、はい。飛び降りたような額です。はい。でも、1万はしませんけどね。えー、7000円ちょっとですね。はい。えー、これです。はい。じゃーん。はい。えー、まあね、ちょっと、あれなんですけど、ストライプのね、ジャンバースカートです。はい。なんてことありません。で、下に、えー、これがね、このレースがついてますね。で、これが何がいいかっていうと、これあの、後ろ前切られるんですよ。で、えー、前だと、 はい、えー、後ろだとこういう風にね、釣りスカートになるんですよね。後ろ前に着られてね、こうリバーシブルに着られるっていうのがね、気に入ってね。はい、これは買いました。えー、なんとですね、この、実は一番欲しかったものではないんですね、これね。 一番欲しかったものはもう、あの、朝一番の人に、えー、取られちゃいました。はい。<laughs> はい。えー、ストライプの方が欲し、ストライプの方だったんで、まあどっちにしろ希望ストライプ度だったんでよかったんですけど、こちらは薄いストライプで、えー、ちょっと濃いストライプの方があったんですけど、そちらの方はもう、売り切れですね。えー、完売でさ、一点ずつしか入り、入らないので、で、あと、無地のが1、各一点ずつありまして、 はい。ええー、まあね。ええー、人気のあるものはね、セールまで待っ,待ってたらなくなってしまうんですよね。はい。じゃいいなと思ってるものは、セールまでないです。サマーサモスモスでもね。はい。ということで、ええー、まあ、あのね、2番目にいいなと思ってたものなのでね、ちょっと薄い、あの、ストライプのですけど。まあ、 いいでしょうということで、はい。で、ちなみに、あの、ノベルティもいただきました。はい、えー、ノブ、あ、ノベルティ、はい。ノベルティもいただきました。ノベルティね、結構これ、1000円ぐらいするんじゃないかなっていうバッグです。はい。こういうね、えー、巾着のバッグもね、いただきました。はい、えー、こういう感じですね。ここをね、こう、両方ともね、紐粉を結んでね、巾着になるバッグですね。 はい。これのベルティーもいただきました。はい。というわけで今日のお買い物は以上です。<laughs> はい。今日服買ってきました。はい。えー、ということでね。えー、あとこのね、猫のこの新しいクッションですね。こちらを買いました。はい。このカバーは違いますけどね。カバーはあのー、私の古着です。はい。<laughs> そういう感じです。はい。そういうことで、えー、まあ、トラさんがね、お痩せになったということです。はい。 おめでとうございまーすって感じですね。はい。それでは皆さんまた、あごきげんよう沖縄おばばでしたはい。はい。バイバーイ恋ですねー